はい、こんにちは、沼野です。今日は車の中からお送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、雨降ってますね。なんか、昼間晴れてたんですけど、夕方になったらね、急に雲行き怪しくなってきて、にわか雨が降ってますね。今日からね、5月1日で、5月初めです。これからね、だんだん夏になってね、暖かくなってくるような、感じの天気になってくるかな。ちょっと梅雨も入りますけどね。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンのハーフの娘、保育園に行くっていうね、こういう話します。はい、まあ、うちの娘もね、今年、もうすぐ夏になると2歳になります。早いですね。あっという間に2歳になって、最近はなんかね、歌歌ってますね、なんか。ゲゲガガホホとかね、なんかね、YouTube の中で歌歌ってますね。子供向け番組の。そんな感じであっという間に大きくなりましたけどね、まだねちょっとあんまり言葉は、ね、はっきりとは言わないんですけど、まあタタイとかね、マーマーとかね、なんかそんな感じで、あといやいやとかなんかね、はっきりしたことを、ね、だいぶ言ってきましたけど、そのうちねべちゃくちゃべちゃくちゃね喋るようになるかなと思うんですけどね、成長するの早いですね。はい、まあそんなわけでね、今日ね、保育園申し込みしてきました。近くの保育園に、ね、1個空きがあって、これ今頃ね申し込んでるってずいぶん遅いんですけど、まあうちの奥さんね、なんかね働きたいな、パイトに行きたいってことで、じゃあ保育園探そうって言ってね、認可保育園ちょっと、聞いたら、1個空きがあったんで、そこに申し込みをしました。でまあ今月半ばぐらいにねちょっとまた行くようになって、まだちょっと奥さんが働きに行くところがね、いついつまでっていうふうにまだ決まってないんで、まあそんな感じでこれからね、保育園に行ってね、なんかお友達いっぱいできるのかななんて思うとね、楽しみですけど、今日ねなんか見に行ったらね、今日一応まだゴールデンウィークなんで子供があまり来てなくてね、2人しかいなくて、ちっちゃな保育園なんですけど、なんか2人しかいなくて、なんかその子たちがね、遊びに、散歩に行くような感じだったんで、そしたらね、一緒に行きたいようなね、そんな感じで、こうなんかね、泣きそうな顔してましたけどね。まあ今日はね、行かれないんでね、そのまま帰ってきましたけどね、また保育園で、ね、なんか楽しみにしてるような感じです。はい、すいません、ちょっとコーヒー飲みます。今日はね、プレミアムボスです。あ、雨降ってね、なんか雷鳴ってますね。結構、ゴロゴロいってますね。まあ、季節の変わり目ですね。これからだんだん夏になっていくような、ね、感じの雰囲気の天気になってます。今日ね、意外と気温高かったんですよ。なんかね、ちょっと汗ばむぐらいの暑さで、さっき午前中保育園に行ってたんですけど、意外とね、なんかこう半袖でいい感じの天気だったんですけど、今ね、ちょっとね、雨降ってきたんで、少し気温がね、下がってくるかな。これが夜ね、少し涼しくなるかな、なんて思ってるんですけど。まあまあ、これからね、だんだんね、本当に、ね、夏っぽくなってきますけどね。アイスコーヒーなんか美味しい時期ですね、やっぱりね。はい。はい、幼稚園ね、ごめんなさい、保育園、ちょうどね、私のところにいる地区はね、やっぱり待機児童がね、いないような感じなんで、条件をあんまりめんどくさく言わなければ、まあ幼稚園、意外とすんなり入れるような感じですね。ただお母さんたちのなんかこう職場のこう近くによっては中には待機になってしまうっていうこともあるような感じですけど、まあ駅前のねすぐところのね認可保育園空いてたんで、あ、すごくラッキーだなと思って、でまあ朝ね何時だっけ、7時半から OK ってことなんで、まあ7時半に連れてくかどうかわかんないんですけど、まあ夜6時まで、18時まで、その後時間オーバーになるとまた追加のお金を払うような感じなんですけど、まあ最大7時までね、夜7時までね、預かってくれるようです。だからまあね、子供に保育園行ってね、それといろんなことを話したりすると、言葉を覚えたりとかね、こういろいろこう表情豊かになったりとかね、多分あと社会性を身につけてくれるような感じがするんで、僕はすごくね賛成なんですけど。でいろんなほら同年代の子供たちとね、同世代の子供たちと、お付き合いするようになれば社会性が身につくし、やっぱり影響し合うので、
すぐねやっぱ成長早くなるんじゃないかなと思ってね。で個性もね身についてくるし、自分のねこうなんていうのかな、性格もねいろいろね、決まってくる。まあね今はもうほとんど性格決まってるんですけど、性格的なことはね、ただまあこれからねよりね人間らしいねこう人格がねこう備わってくるような感じがするんで、幼稚園、行くのねとても、幼稚園保育園ですね、行くのとてもね僕はねいいことだと思ってね、僕は個人的にはすごくね嬉しいなと思っています。あれなんかすごいですね、雷鳴ってますね、ガラガラと。で雨がザンザン降ってますね。あの豪雨ってわけではないんですが、意外と、強い雨が、ね、降ってきました。今車の中はねまあいいんですけど、今日ねさっきね保育園行ってあとね車掃除したんですね。外ワックスかけたりとかしたんですけど、なんかねワックスかけなきゃよかった、あんまり車汚れてなかったんですけどね、ちょっと洗って、軽くねワックスかけたらね、こんな雨降ってきたんで、まあちょっとねあれと思いますけど、まあはい、保育園ね、その前にねまたねちょっとね、家族でねなんかどっかね遊びに行けたらいいかななんて思ってるんですけど、今ね、まあ、東京地方ね緊急事態宣言出てますよね。これでねちょっとねどこも行けないような感じなんですけどね。はい、そんなわけですけど、あとねまあフィリピンにもねもうちょっとねしばらくねこう今年はもう絶対無理そうだし、来年もねちょっと怪しいですよね、帰れるかどうかっていうのがねちょっと微妙なところです。帰れるとか、ね、戻ることも一時的に戻るってこともねできそうもないような感じなんで、ね、しばらくね日本にいるような感じがします。はい、あとねなんかワクチン接種もねだいぶ日本もねこれから急ピッチで進んでくるような感じがするんですけど、で多分渡航するにあたってワクチン接種をしてるかしてないかっていうことの有無が求められて、こうワクチン接種のパスとかなんかそういうなんかあとアプリケーションのようなものを多分ね、求められると思います。で日本国内にいる分には別にそういうことに関してどうとかっていうことはないと思うんですけど、今日なんかねニュース見てたら、厚生労働大臣の方が一応パスのようなものを発行する紙またはアプリケーションっていうのね言ってました。で国内での提示はどこでも求めないようなことは言ってました。プライバシーの侵害になるので、ワクチンを接種する接種しないっていうのは個人の自由でそちらの判断するんですけど、海外渡航用に、それを提示された場合はそれを提示するということで海外用に使うようなことを言ってました。だから多分フィリピン渡航にあたっては多分フィリピン政府がもしかするとまだ正式ではないと思うんですが、ワクチン接種に対する有無を証明するこうパスとかアプリケーションを提示するっていうことになって、それがないとじゃあ入国はできませんよっていうことになるような僕はね気がするんですけどね。はい、だからまあそういった場合はねまあしょうがないですね。まあそれパスを出すっていうことなんで、僕はワクチン接種に対してあまり否定的なことはね、思ってないんですね。効果がある効果がないとかっていうよりも、それが接種に対して、しているかしていないかっていうことの義務ではないんでしょうけど、まあ半分まあ義務化のようなものでこう渡航に対してそれを、提示しろっていうことなんであれば、僕はそれに従うっていうふうな方針でいきます。だからうちの奥さんはどう思ってるかよくわかんないんだけど、まあとりあえずまあね接種しなさいっていう案内が来たら僕はねその指示に従うつもりです。はい、まあ雨は小降りになってきましたけどね。まあこれからねこういうなんかねこうニューノーマルに向かって世の中がねワクチンを打っているのがまあ当たり前のようなねこういうなんか常識みたいなことになってくるんだと思います。だからまあそれはそれでね世の中でそういう風になっちゃってることに関しては僕はねそれでいいと思います。まあそういう風にしていくと思います。はい、そんなわけですけどね。まあ2回打つのかな、なんかどこのワクチンに打つのなんかよくわかんないけど、フィリピンだとすごい人は7種類ぐらいありますよね。だけど日本だと2種類か3種類ぐらいなのかな。まあそんなわけで、ね、ワクチン接種もねまたねどんどん進んでいくことだと思います。はい、そんなわけで今日はねまあ幼稚園行ってきたんですけど、幼稚園なんかね楽しいですね。幼稚園じゃ保育園楽しいですね。僕保育園子供の頃ねクビになったっていうのが前の動画でお話したかどうか分かんないですけど、保育園に行ってたんですよ最初4歳、3歳4歳ぐらいの時で、まあね保育園つまんないから外出たりしてたらね、もう来ないでくださいって言われちゃってね、それきり保育園には行かれなくなりました。でその後ね、まあ、別の幼稚園にね通院することになってね、そこでね、まあ、保育園ずっと、卒園っていう、ベンデタック卒園っていう形になりましたけどね。まあ、
まあ保育園ね、どうやら人によるんでしょうね。まあうちの子はね、まあなんか楽しそうな感じがしてたので、まあそれはそれでいいかなと思いますけど。はい、ごめんなさい。今日はね、こんなお話をさせていただきました。最後までね、見ていただいてね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ。